はい、皆さん、えー、こんにちは。はい、えー、本日はね、8日、1月の8日、新しいまた週の始まり、月曜日を迎えております。はい、えー、皆さんどうですかね、もうね、えー、新年もありましたけども、だいぶ、えー、通常のね、生活に戻られている。まあ、まだね、ノトハントの方は大変ですけどね、えー、まあ、いずれにしてもね、新年始まりました。ということで、 えー本日もね、結構新しい話、皆さんにお伝えしたいような話がありますので、えー、YouTube 活動頑張っております。はい、えー、といったような中でですね、今回の話題は、えー、昨日おととおと、正確に言うと、一昨日の日本時間夕方ぐらいからちょっと炎上しております、経、え、費、ー、殿下の、えー、なんかね、胃腸の、えー、調子がよろしくないといったようなね、話の、まあ、続報というかですね、えー、ちょっとサムネイルにも書かせてもらいましたけども、 今回はその胃腸の調子がね、お調子がよね、良くないというようなことらしいですけども、果たして今回が初めてなんでしょうかといったような話、実はそんなことはありません。えー、この身体のですね、なんか調子があまり思わしくないといったようなことは、実は実はですね、えー、この時から始まっていたみたいな話がね、具体的に出てきておりますので、そういった話に関して、えーまあ、皆さんにお伝えしようと思っております。最後までご覧ください。 はいえ。ということで、この経費殿下のね、ご体調なんですけども、まあいろんな報道がいっぱい出てるよね。なぜですね、あの、 それこそですね、例えばね、また流行り病にかかったとかっていうようなことであれば、まだわかるような気がしますけども、まあちょっとあくまでも想像ではありますけども、ちょっと胃腸の調子が悪いでしょまあそういったようなことね、普通の一般人、一般国民であれば、いくらだってあると思いますけどね。まあ私もね、今現在セミリタイアしたような人間ですけども、実際に仕事頑張っていた時には、 ね、それこそですね、胃がしくしくなるようなことで胃腸なんかね、しょっちゅう、えー、まあ調子は悪かったですよ。まあそういったようなことでね、えー、こんなような大きな報道されるんでしょうかっていうような話ですよね。まあいろんな人がいろんなことを言われておりますけども、まあ薬飲めば治,治るんじゃないのかなみたいな感じだと思いますけどね。まあちょっと、えー、実際の、そういった詳細のね、えー、ご体調わかりませんけども、私はそういったようなことじゃないかなというふうに思いますが、 そういった中で、昨日もしくは本日の公務に関して、なんか出たりやめたりというようなことで、今ちょっとね、ここに書かせて,かせてもらってますけども、昨日においては、えー、まあね、昭和天皇祭ということで、えー、午前中においてはですね、高齢殿の儀、そしてですね、午後夕方からはね、 えー、まあ、えー、三日倉の儀というようなことで、宮中祭祀が行われたんですけども、午前中のね、えー、このね、高齢殿の儀の時にはですね、この京秘電下出られていたんですよね。これも非常に不思議だったんですけども、まあ、あのね、えー、小族の着用時間を減らして出席し、拝礼をされたというようなことらしいですけどね。でもですね、このさっき言ったように、夕方のこの三日倉の儀に関しては、 取取りりややめめてててなおかつ本日8日の公務に関しても取りやめているようですねこれってどうなんですかね。まあちょっと本日の公務の内容は別にしてもですね、昨日のこの昭和天皇祭に関しては、これ出たりやめたりって、それはっきり言って私は思いますけども、それこそ昭和天皇に対して不敬なんじゃないのっていう気がしますけどね。というのは、やっぱりさ、今現在ね、 本当の意味でのご体調がね、えー、何なのかわからないわけですよ。もしかしたらなんか悪性のウイルスだとかね。可能性はゼロじゃないですよね。そういった中で、また他の皇族の金方それこそですね、天皇ご一家とも含めてですね、かえってこう言ったような宮中祭祀に出られることは、はっきり言って危険だと思いますよね。昭和天皇に対する、まあ、ある意味不敬なんじゃないかな、みたいなことを私は考えますけど、皆さんどうですかね。 ま聞いてやっぱりね、ご体調が本当に、えー、そういったようなことで悪いのであれば、やっぱりね、えー、まあ、60億円のお家にですね、豪邸にぜひ、えー、お休みになってくださいというふうに私は思います。はい、まあ、そういったようなことで、本日に関してもね、えー、ご公務はされないというような、この経費殿下というようなことですね。で、今現在の状況なんですけども、なんかね、以前から報道されている、まあ、例えば側近の幹部の人が言われているには、 通常の食事ができない状態。うん、そうですか。今後は体調を見ながらお出ましの可否などについて判断していく。ということで、今後ね、まあ、公務ね、相変わらず A の宮家に関してはいっぱいご予定があるわけなんですけども、その都度考える、いやー、ちょっとそういった問題じゃないでしょうと。今言いましたように、60億円のお家があるわけですよ。しっかりですね。 ご静養されてください。えな,んならですね、数年間えお出ましにならなくても別に問題はないと思いますえ。といったようなことを私は述べさせてもらいます。はい、次のページ。はい、でですね、今回のえどちらかというと、まあ本題というかですね、え実はえこの経費殿下の、まあ今回ね、胃腸のご体調ということですけども、こういったようなね、それこそ精神的な話だとかメンタルに関わるような話っていうような件に関しては、 今回始まったことではない。やっぱり話としては悠仁様に関わるような点。まあそういったようなことがね、実は週刊女性プライムに、これいつだっけなもうだいぶ前なんですけど、要はね、あのー、悠仁さ様が筑,筑波大学附属に定型校進学制度を使って入学された時、だから今から2年、約3年ぐらい前ね、 ぐらいから、要はですね、貴子様に関しては、体のあちこちが痛い。そういったようなことを周囲に漏らしていた。要はもうこの頃から始まっていた。でも元を正せば、あなたが話し、ね、始めたような定型校進学制度。そして将来的な東大進学でしょうと。結局は今回の胃腸に関してもね、身から出たサビかもしれませんね。みたいな話です。 え、といったようなことで、今言いましたように、週刊女性プライムがね、具体的に記事として挙げ取りました。その内容をちょっと紹介させてもらいます。はい。で、今言いましたようにね、当時のその筑くにに久人さんが入学された当時の話。で、その頃に、まず AN 宮家に近い人がこんなこと言ってましたということで、なんか最近もうだいぶお疲れのようですと。 首を痛めておつらそうにしている。この時すでに胃腸も悪かったんじゃないか。みたいな話ですね。そういったようなご様子を見ることがしばしばありましたと。で、メンタル面もやっぱり同じで、ご家庭で孤立していらっしゃる経営秘伝家。まあそういったようなことを近い人物、誰ですかね、これね。よくわかんないけど、よく週刊誌に出てくるね、どうそこ関係者の類なんですけど、誰でしょうね。まあそういったようなことに加えて、経営の長関係者がですね、 えー、災人様は、えー、思春期真っただ中、そうですよね。まだあの、筑くにご入学されたばかしですので、15歳というようなことです。で、えー、経費殿下に対しても反抗期の振る舞いも見られる。まあ、こういったような話は、まあ、それこそやっぱり、筑くに入学される前後からありましたよね。経費殿下に悪態をつく、みたいなことも言われております。で、えー、そういった中ね、 これは入学される直前の、えー、筑波大学附属高校の、えー、学校の準備会がありましたと。これ確かこんなのあったね。で、その時には、ケ比ヒデと、えー、久サヒ様が二人でね、ご出席されてましたというようなことなんですけども、久サ様においてはもうね、終始うつむいていた。そしてですね、経比ヒデに対しては目も向けない。ね、話も全くしない。 この親子何なんですか断裂みたいなことであったわけですね。要はさっきちょっとね、えー、これは何だっけエーミア家に近いような人物が言われていたように、えー、お家の中に置いても孤立されちゃっている経費殿化で、えー、この頃からすでにご体調が悪くなかったといったような話です。はい。でですね。 えー、そういったようなことに加えてね、えー、経費殿下、そのエヌミア殿下との話もね、ほとんどないと。まあこれも以前から言われている通り、夫婦仲もどうなんですかっていう話。そして加護様ともずっと断裂してると。いったような形ですよね。で、過去様は11億円の一人,一人暮らしといったようなことになっているわけです。 ゆえに経費殿下がですね、この、えぇ、ー、久人様が筑布に入学される前後ぐらいから、もうね、体調が悪くて悪くてしょうがなかったんですよ。で、今回の胃腸の話。で、もしかしたら胃腸の話というのは、あの例の学術論文、あれがバレちゃって、ああ、これも私がやったのよ、みたいなことでね、えー、バレちゃった、まずいといったようなことではないんでしょうか。が、まあ、普通に考えると想像できるっていうような話になるわけですね。 はい。ええー、と、いったようなことをちょっと次のページもご覧ください。はい。えー、でですね、先ほどちょっと言ったこの A ヌミ家に近い人物が、やっぱりね、経費ンカに孤立状態になっちゃってますよと。で、そういったようなことから体のあちこちが痛いだとか、それこそ自分でもね、えー、その頃から自分でも大丈夫かな、みたいなことをこの近い人物に対しては言っているというようなこと。で、エーヌミア殿下とはずっとね、会話もないと。 で家庭内で孤立しちゃってる。ね、非常にお辛い状況ですね、と。えー、だからこれがね、2年前、3年前からずっと言われている。そういったようなことがずっと、えー、積もり重なって、まあ、あのー、体調がよろしくないといったようなことは事実だと思いますので、えー、まあ、まあ、そういったようなことがね、積もり重なった今回の話ではないかな、みたいなことです。はい、ちょっと変えますね。 はい。ということで、ちょっとね、以前ね、2、3年前に出ていた週刊女性の話をちょっとね、ピックアップさせてもらいましたけど、まあ、やっぱりね、みたいなね、過去のこういったような記事を出してくると、まあ、そうだろうね、みたいな感じがね、よくわかりますよね。手に取るようにわかると。でもね、あの、まあ、おそらくは、このご体調が優れない、これは事実なんでしょう。ね、えー、まあ、いろいろね、差病なんじゃないか、うんぬんということもね、 え、言われておりますけどもね、その5秒状のね、度合いはよくわかりませんけども、まあ多少なりともね、えー、ちょっと、ご体調がよろしくないんでしょう。といったようなことを考えると、昨日のさっき言ったね、昭和天皇祭ですよ。 これに関してもね、それこそ昭和天皇に,、ね、に対しても不敬なんじゃないの休むなら休む。ずっと休んでいてくださいよ。みたいなことを思うわけだよね。で、それに加えて、今回ちょっとお話しさせてもらった通りですね、どうも悠仁さまがつくふにね、低稽古進学制度を使った頃からご体調がよろしくないといったようなことなので、 でも、それを考えて、それが元で、今回もご体調がよろしくない。それこそね、あの論文の話がバレちゃったので、よろしくないというようなことであれば、やっぱりね、ご体調が悪いにしても、身から出たサビですね、といったような話になるじゃないですか。結局、そういったようなね、格策というかね、とにかくね、えー、初の東大で天皇陛下を目指すだとかね、学術論文で推薦入学みたいなことを、 考えてね、次から次とバレちゃっててね、それに関してね、自己嫌悪に落ち、落ち寄ってる、ね、陥ってるのではないでしょうか。すなわち、さっきも言いましたように、自分がお悪いのではないでしょうか。身から出たサビですよ。ね、といったようなことで、そういったようなことをね、ベースになんか大きゅうーっと報道してですね、国民からの関心を引こう。もしくはですね、同情をいや、それはちょっとね、都合がよろしすぎるのではないでしょうか。といったような話だと思いますね。 まあいろいろね、今回の件に関してはいろ、えー、んな点を感じられる方がいっぱいいると思いますけども少なくとも私に関してはそういったようなことがどうしても感じられちゃうんですね。えー、まあ昨日あたりもね、私もこの関連の動画を、えー、投稿させてもらいましたけどもやっぱりコメントいっぱいね、皆さんからいただいてありがたいです。そういった中でもやっぱり皆さんのコメントもまあ私が今回お話ししたようなね、 えーまあ、私の気持ちと同じような方がやっぱり多いなといったようなことを感じております。まあ、いずれにしてもですね、えー、この経費電下のご体調の状況、これからもちょっとね、どうなっていくのかということで気になりますのでね、引き続きまたなんか動きが出てくれば話をさせてもらいます。ありがとうございました。バイバイ。